皆さんこんにちは平島ですはいこんにちは安部ですよろしくお願いしますはい今日はなかなかのね山っていうかあのまあちょっと凝縮された内容だったかなとか思うのであ,<ー>あの結構楽しかったし、うん、今日はまあまあ長くなるんじゃないかなとちょっと思ったりしてますどうでしょうあそうなんですねなるほど、うんうん、はいとはいえあのちょっといいですかさっきちょっと話そうとしてたやつなんですけどはいはい 今日はあのー、今5分ぐらい待ってたんですよ。すいません、<laughs> 遅れました。<の>はい、大変失礼します。5分もが待ちきれなくてね、き<ー>今日どう、行き行き急いでます、ね。そう行き急いでねど、どう語ろうかなとかちょっと思いながら、はいあのー、もうなんならね、もう5分あるし、五分あるし、ね、なかな、か入ってこないしあの、今日どうやって語るのがいいかなって、チャット GPT と語ろうと思って、語ってたらね、あのそもそも、 あの今日だからね、こう切り抜きにくい感じもあるし、なんか今日時間が流れる本じゃないですか。まあまあそうそうわかるわかる。流れるから、これを伝えようと思ったらもうなんか順番にはい、じゃあこの時こうかなみたいな議論になるんかなとかちょっと思ってたんだけど聞いてないよね。ないよ。ちょっと人気で聞いてくれるかって。ちょっとすごいすぎるなとか。 チャット GPT は、ちょっと僕、今、いろいろ思ったんですけど、やっぱりこの有料の書籍に対する内容、どこまで掘り下げれるんだろうかっていうのが、ちょっと僕疑問に思ってたんですよ。はい、こいつ、ちゃんと答えられるのか。そうそうそう、で、それは、あの少なくともチャット GPT が出た2年前は、全然だめだったから、うん、あのまあ、ちょっとそういう有料コンテンツに対する情報は取りにくいんだろうなと、あるいは有料の論文とかね、うん、と思ってたらね、 今のはすごいですよあのななんで最初に相談したのかなあのまずね「このの本がベストセラーになってるの知ってますすかっってて聞いたんですよ、うん、知ってるよ」って考えてきて <laughs>「知ってるよ」って「知ってるよ」でねこれ私作者の名前を書いてくれるんだけどこれまでねもうここで間違うから、うん、あもうこいつ嘘だって思ってすぐ信用をなくしたんだけど今回のフルネームが漢字でこの三宅佳ホさんっていう方が、はい、あの 書かれてる本ですよというのをもう完璧にやっていて発売からわずか1週間で10万部を突破したらしいですよ。えー、しかもそれ嘘っぽい感じがするじゃない？そ,ううん、そこにね引用はここですって書いてあるんですよ。あちゃんと引用があるんだ。うんうんうん。だからまあちょっとその引用が嘘だったらわかんないけどあの少なくとも適当に言ってる感じがしないんですよ。前は明らかに適当に言ってたけど、うん、あのそんな感じがなくてね。 で、あのー、なんで評価されてるんですかとかね、あのうん、もう、いや、もう、内容を1万字ぐらいでまとめてくださいって書いたんですよ。<laughs> うんなるほどもう、ね。いいでしょ。いい量でしょ。1万字って、まあまあ長いから。まあまあ1万字で書けって言ったらね、全部の章をまず、太字で書いてきたんですよ。うん、わかりました。目次を書いてきたんですよ、うんで。それに対するコメントを2、3行ずつで書いてるんですよ。それを提示されたときに、 さっき最初に僕が言い出した、今日どういう話をしようかなっていう、じゃあ内容こうやって、こう、こんな書いてあったね、みたいな話しても、うん、もう、もはや意味がないっていう意味で、しらけたんですよ。わかりますああ、なるほど。もう意味ない<う>これ言ってるから意味ないよね。もうここでさ、そこ、こんな、こんな面白かったぜ、いやいやこう語ってもさ、もうみ、うん、もうみんなはさ、もう、チャット GPT に聞いてくださいで終わるわけですよ。どんなこと書いてあったかっていうの。 聞こうと思ったら内容ははね内内容容そうですよ予約してくれるから、うん、あのでもさそのさ内容はそうでしょうからのコメントですらその自然な返しをしたらまあまあ返してくれるんですよ。で,こでちょっとね僕ちょっと最後にちょっと伝えたいなっていう今日,今日の最後はこういう議論したいなと最初から思ってたのがねこ,れこの続きを書いたらどうなるんだろうっていうね。うん、ああこの本のうん,、うん。で書かせたんですよ。 そしたらま,ま,あまあまあ僕と似てるんですよね。はい、そこはちょっとまた後で議論しましょう。はい、というわけでいきましょう。議論すんのか。うん、議論しましょう。はい、いきましょう。今日は、はい、長くて覚えられないんですけれども、はい、なぜ働いていると本が読めなくなるのかっていう本ですね。うんうん、いいですか、もう少しごめんね、僕ばっかりしゃべって、あのちょっとだけ語らせてほしいんですけど、いえいえ僕、まずこの本の題名がね、素晴らしいと思いました。 読み終わった後に <laughs> 読み終わった後これは本気で売るための戦略なんだろうなと思いましたあ本を売りたいってことねうんうん、まあ、売りたいというか、まあ、いろんな人に手を届いたいっていうこの作者の人が意図がものすごく僕は感じられるなと思いましたこれ、えー、ともう少し内容を分かりやすく題名にするなら普通はなんか本と本と労働の社会学っていう本になるんですよ どうでしょう。ああ逆にわかりにくくなってない？あれそう。いやまあ内容はそうだけどでも言いたいことはそ <laughs> そこじゃないじゃん。うんだだけどななそのメインで書かれてる内容ってそこじゃん。その社会のも変化と、うん、まあまあ、まあ、あるいは労働と、うん、と読書の関係を書いたっていう内容違うこれ違うこと書いてる。いやいやいやう,うんまあそうなんだけどそれがわかりやすいかって言われると難しいねなんかね。 そううね。うん。なんか、えっとね、どちらかというと、あ、そうね、最後に本に持ってくるけど、うん。うん、まあ、その、まあいいどいや、どちらかと,うと言えば、まあ、本も出てくるけど、まあ、この人は本が好きな人だけど、まあ、働き方の本だよね。そう,そう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 。そうう。ん。だから、まあ、労働もそうだけど、<働>もう、うん、ね、生き方。っていう。 生き方働き方っていうところも、もうだから働き方改革とかも、もロドンピシャで来るかなっていう感じはありますね。はいはい。いはい。はい、そうです。ね、はい。いいですかい,い,ですいやだからね、いやこのね、いやいや、いい、いい題名じゃないそ,のそういう意味で。まあでもその、その働く本入ってるか。うん。入ってる。だから入ってるから、このタイトルの方がキャッチーで分かりやすい,いすだだだ。だから、だからキャッチーで分かりやすくして手に取りやすい本だよ、ね。そう。 うん、あのこのなんていうかな、この帯もね、なかなかいいよね。帯の,あの文字というより、このイラストがいいね、雰囲気が。<laughs> <laughs> このイラストね。<laughs> よくないぎ木岡らさんさゆ。言うてさ、これ、これし新書でしょ新書,新書、新書ちょっと手に取りにく,くないね、本屋さんって。取れないことないけど、うん、なんかちょっと最後によるとこじゃない。はい、わかります。いきなり新書のとこ行かんでしょ しかもまあ、これもしこの帯がなかったらわりかし硬そうな本だもんね。そうそうそう。そうだから、あのちょっととっつきにくそうだけど、この帯素敵だよね、このイラストね。イラストね。ちょっと感じました。でもなんか全体的には語り口調だし、こういう雰囲気で書いた本だなと思ったけど。あ、そうですかいやいや、そうなの。しかもそう、僕思ったのは、これめちゃくちゃわかりやすく書かれてるよね。めちゃもうこれもす。 この手の本ありそうだけど、大概もっと難しいよね。そうだねう。そう、何を書いてあるかわからなくなるよね。引用が激しすぎて。ただ、今回、引用がまあまあわかるんですよね、うん。そうですね。引用はだから、すごい引用してるもんね。そうこれでもかっていうぐらい引用してるよ。<う>引用に次ぐ引用そ。そうそうそう。で、本の題名だけ知ってるやつがまあまあわかるじゃん、あるじゃん。読んでないけどみたいな。うん、でも、それだけでもちょっとほっとするよね。 ああの本ってこういう立ち位置なんやっいう意味も含めてね。そうだね。あとなんかところどころ知ってる人が出てきてるよね。ああ、そうそう、ここに出てくんだみたいな。そうなんやみたいなね。で、なんならんだその引用されてる本読みたくなって、ちょっとポチーそうになったでしょ。ああ、うんうん、わかるよ。あとなんか、ちょっとあのコンテンツもあったじゃん、いろいろ。ああ、そう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 。なんか止めてあ、こんなドラマあったんだみたいなね。あ、そうだよね、そうだよね。あ、てか、俺、てか、そう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 。あのいや、これちょっと最初に言っといていいあの、見たのなんだっけ、その映画なんだっけ そ<の>最初の冒頭に出てくる。花束,な花束みたいな恋もうね見、見たのじゃなくてね、僕ね、半年前ぐらいに見てました。あ見てたのね。見てたのすら忘れてて。ああ、S、もう消費してるじゃない<体> <laughs> 消費して <laughs> 消費してて。<laughs> この本、いや、すごい、いや、ね、もうすごいなと思ったのは、全然、全然はちょっと言い過ぎやな。ちょっと僕には全然刺さらなかった映画の一つなんですよ。 あそうなんだすんごい刺さっった人の話だって、ね、のそうこいやいやこの三宅さんこの作者のものすごい刺さってんだろうねあの多分もうここを切りたい切り抜きたいっていうところがものすごいバコバコ気に付かれてて、うん、あこの映画いや逆にあの面白いなそのは映画をどう読み解くかっていう視点で見て面白いなと思ったのはあこの映画はなんかそういう映画だったんだっていうのがちょっと逆に気づかされた。 ちょっと普通さ、何も知らなかったらさ、単なるラブストーリーだなと思って見てて、あなんか、なかなかストーリー進まないなっていう映画だなと思っただけなんですよ。ああ、そう、まあ、確かにそういう描写を押する。自分は全然見,てな見たことなかったし、見てもいないんだけど、はいはい、坂本雄二だもんね。そうそう、あの、いや、このカルテ,カルテットっていうドラマは良かったんですよ、結構、ね。あそうなの、そっちも見てないの。そう、あるね、ああ、坂本さんなんだな って思って<ー>ちょっと見てみたいなって、逆に言自分はこっちを見てみたいなって思ったね。展開が少ないんですよ。ああ、もう面白いね、それはね。なるほどうんうんあ。それ激しくないので、うんあの、あんまり残らなかったんですけど、確かにもう一回ちょっと見直しても面白そうだな、ね。なんかそんな感じがするよね。見直したいなって感じがするよね。うんはい じゃあ、どうしましょうかね、今日もチャット GPT にだいぶ僕持ってかれたところがあって。もうだから、あれ終わったんですよ、チャット GPT の話して。そうそう、ちょっともう終わっちゃったので、もう見られたなって感じかこれを語るの恥ずかしいなんで、こっちにチャット GPT がこっちのパソコンでこっち見てるんですよね。でもまあ、なんか内容解説とかとはちょっと違うから、まあ、なんか気になったこととか思ったところをしゃべればいいちょっと えっとねじゃあ、えー、どういう本かをもうダイジェストでちょっとじゃあ語りますと、うん、えっと物語は、えー、いや一応あの論,文論文なんですよ、これは。あ,のあ、論文って思いました。この本みたいな論文を書けたらいいなっていう、ちょっと素敵な論文でした、うん、一冊の。あいことねこれを論文ともして読めば、すごくすごいまとめる力強いなとか、もう本当に誰が読んでもわかりやすいなと思うのと。うん あの今の若い人やっぱすごく読んでほしいなって思いましたね、うん、あのこの医師の教養とは何かっていうのをちょっとなんかんな深い思い出始めずに始めたのになんか <laughs> <laughs> あの恥ずかしい気持ちにもらったりとかななっったたよよねね恥ずかしい気持ちになったよ、ね、<laughs> 背筋を伸ばされるような,な,な、ま、教養とは何かみたいに言われて、うん、そんな深い思いで教養と、まあ、りあえずつけた題名だったんだけどなんかちょっとすいませんっていう感じになりましたけども、うんえー、一応明治時代から、えー、明治、えー、大正お昭和はもう結構10年刻みぐらいでそうだ、ね、戦後は、うん、あ行くという。 うまあ、特に労働と読書、働くと読書について、えー、語られてるんですけれども、うん、最後の30年ぐらいを僕らは多分、あの生で経験していいるんですよねねはいはい、はい、そうそうだ45歳ぐらいなんで、まあ、15年ぐらい引き算して、もう30年ぐらいはなんかこう、うん、ものすごく親近感湧くところなので、うんまあ、1990年代ぐらいからはね、あの結構あの、自分に言われてるような感じがしていて。うんうんうん で、あのー、これ僕こ、最初にちょっと感想で言わせてもらうと、あのー、こういう時代と読書って関連するかとか、全然感じてなかったので、これまで。うんあのー、ただただ、あのこれ、石の教養を始める前までは、あのー、一般書って言われる本は、ほぼ読まないまま生きてきて。うん うんまあ、少なくとも医者になってから結構ほとんど読んでなくてこれを始めるちょっと前ぐらいから読むようになったけれども、うんうん、それは何でかっていうのを説明してもらった感じ、まあ、僕らがそうかというよりはあの、うん、いう感じなのとまあ社会の流れで読む読まないっていうのも実はあるんだっていうのがよく分かっていて。で今 あそうだよねあのビジネス書ーコーナーとかは結構盛んに置いてあるんだけれどもこれはいつからかみたいな話とか、うん、あのなんかこれも僕結構読みながらスピノザを感じたんですけど、うん、あの自由な読書と言っときながら、うん、全然自由はなくて社会情勢に合致するっていうかまあ意識されたような本が売れるから。 読まされてるっていう側面があるそうそうよよ自由に本を選んでるんじゃなくてあのそれはあくまで、まあ、そりゃそうだよねコロナ禍でコロナの本が増えるようにそんな感じで時代の流れはものすごく影響するのでそこと照らし合わせていくと読書って面白いよねっていうのとこの本の題名にをどう、ね、料理するかみたいなねで今の時代ってあのこういう社会情勢なので意外と本読めてないよねっていう作者の考えに行き着くっていう。 そうですね,そうですねだからまああの,そのれ、まあ、歴史がやっぱり普通に面白いよねと思ってうやっぱりどうしてどうしてこうねそのまあそもそも本をいつから読むようになったんだみたいな話からまああのもちろんでもなんか明治から始まったけどでも江戸にもあっただろうなと思うけどそうですね ね、いいろいろだって伊原西郭とかさんかいろいろあったじゃないそういう本はねただやっぱり大衆が特に自分の好きな本を自分の好きなタイミングで読めるみたいなまあだから誰でも読めるみたいなことになったのは明治からだったのだなみたいなところは改めてあそうよねとか,だからそのやっぱ本が時代を作ったりとかね,そ,ねその時代に何か影響を与えるみたいな、うん ところの歴史をまあもちろん全部わかんないところもあるけどでそこと仕事っていうのがあこうやって関わってきたんだねっていうのはすごく面白かったですようん、うん、そこの感じ、うんはい、はすごく面白かった全然知らないこともたくさんありましたしねそうですねあのじゃあまあちょっとその時代ごとでちょっと感じたことちょろっとだけちょっとあの感想的な感じで言っていきましょうかじゃあ一応ねうんうんうんあの僕ちょっと調べてみたんですけどあの、うん、これ明治から始まる てかまあ、江戸時代は、あこう、これ面白かったな。江戸時代は朗読がメインだったっていう。はいはいはい。そうだ木、ね、読がこの読書を変えたっていう感覚がなかったからね。それちょっと面白かったなっていうのが。そうっすよね。して一つとなんだっけあの、だ句読点がついたのは実は明治になってからでしょだからそこは面白かったよね。あそうなん自分で読まないからそういうことなんだっていう感じだよね。そうだよねえ。しかもさ、そもそも、えん、えん、あのー、例えばね、 博博物物館館っていうか博物館あの歴史資料館とか行くとさ、うん、例えばさあ、西郷隆盛の文、手紙みたいなのが残ってたりするじゃないですか。あれってさ、全く読めないじゃん。うん、これほ,ほぼほぼあのも、文字文字はちょっと分かっても。だからま、まず文法が違っていたんだろうなっていうのが一つと,、うん、と、とはいえ声出して読めっていうのが一つと、僕、ちょうどたまたまね、あの今週あの、あのネットフリックスかなんかで出てたあの、なんだっけ。 あのピートたけしの首っていうあ首見、うん、あちょうど見たよももう見た首見た見あれあれ見てちょっとこれ感じたのが、うん、なんだっけあのビーツたけしが演じてたあの豊臣秀吉豊臣秀吉ね豊臣秀吉は読めなかったんだっていうのをちゃんと表現してたのが<ー>す,すごいなと思ったんですよねはいはいはいこう手紙を太郎から渡されても、うん、読めさっ,つって 無れだよっていうあのシーンめっちゃ良かったなと思うんですけどすごくなんかあの僕あのすごく映画リアルを感じたなあんな感じだったのかなってちょっと本当に思わせるようなあのものすごい残虐なシーンが多いっていう,そう、ね、シ,のシーンが多いって題名だけあ <laughs> って首が飛んだよねたくさん <laughs> <laughs> でだからあまああれもそうですよねよ読まれるというので,で明治がねちょっと調べるとね識字率がうんうん、うん まあ、大体男性で560%で女性で30%だったってかなんかどっかに書いてあったんですよね。これだけ見るだけでもこの読書自体が、まあ、そもそも男性のものであったっていうね、いう時代背景はあるよね。うんうん、しかもインテリ男子、この識字率って言ってももう地域差がめちゃくちゃ激しいだろうから、やっぱり農村部はねなかなか厳しかったみたいなね。 読める人が農村部に一人二人いて読むがかりみたいにもなってたんだろうかなとか思うんですよね。うん、そ,それが江戸の末期みたいな感じかな。でそこで流行ったのが西国立志編っていうここでいきなり自己啓発本の源流になるっていうのが出てくるっていうね。そうだね。これち面白とただそのんかあのそこでさ自分はああそうなんだと思ってけど仰げば当時としが出てくるじゃないいいはははい。 であ「葵葉」と,と「してまさになんかこの明治時代の文化こう考え文化をいまだ歌う我々みたいな感じっていうね <laughs> いやだからさ明治時代とか、ね、明治維新感を感じるよねもはやそうだねあそうなんだねそうだよねいやそうだなぁと思って、うん、なんかそれ,それはさあそうなんだっていうのが一つと、うん なんかちょうどその国の、ちょうどさほら先、先週は堂々だったじゃないですか、はいはい、あの時もこも明治っていうか、江戸末期出てくるじゃないですか、まあ、要は、列国が攻めてくるっていう時代に、国がまとまっていかなきゃいけないっていうところで、うん、多分こういう、あのー、本、これ、これ学問の勧めもでなんかよりも売れたって書いてましたけど、うん、学問の勧めもほぼ同じだよねと思う。 あ,のね、あれもビジネス書だよねって思うので、うんうん、まあだから逆にそれを必要とした時代だったんだなっていうのがわかるのそう、ね、この最後「西国立志編」もこれあれだよねなんか役本だったっていうのがちょっと面白いんだけどあそうね,、うん、ね自助っていうね、まあ、自助努力しましょうっていうのをどうやってこう日本に広めていくかっていうとまあ本,本が使われたんだって考えると まあ納得いかなそれまでほら江戸幕府とかなんであのこうそれぞれのこう日本の中に国があるみたいな感じだったと思うけど、うん、日本を統一した考えが必要だっていうところでそうなんでしょうね。だからその、ね、当時のやっぱり価値観として「身を立て、名を上げ」だからね。すごい価値観をでもそれをこう、まあ、卒業式の時にみんなが歌って。 身をを立てててまます名をあげます名げって言っ言なんかこう巣立 <laughs> っていく社会ってまたすごいすごいよね、うん、でも多分江戸時代からしたらそんなことを思いもしなかったというか<ー>その別にどっかに行って身を立てたり名を上げるみたいな話じゃなくて<ー>その生まれた場所でその身分のまま過ごしていく人たちだったわけじゃないですか<ー>江戸時代って。ででもそそれがもう,そうじゃななくててみんな勉強してで あの自分の生活をしっかり確立してで名を上げるんだっていういそういうなんかちょっとやっぱり当時のねうん明治時代ってこういろんな産業もこうねこうそれこそ活版印刷ができたからできたっていうのもあるしそういう産業的な動化と多分この「西国立志編」ってちょっと勝手に想像すると、うん、あの当時さんこうちょっといろんな本堂ああ無理やり絡めてるけど。 これほらパリ万博ああたりでしょあーだからゴッホのねそう,ねそうだから日本が外に向き出した頃でしょ向こうから来るもそれだけどこっちからも出ていくっていう中で多分その行って留学した人がイギリスでこういう本があってあこういう考え方を日本にも輸入しなきゃいけないっていう形で多分持ってきて活版印刷もおそらくそれで持ってきて広めていくっていうね。うんあのー どううだだったんだろうねこの時代の人たちのこの価値観の変化がもうほんと5年10年でどーって変わっていくっていうね、うん、今の僕らも結構そんな感はするけどそれ以上よねあこの先どうなるんだろうみたいなねいやだからなんかでも本当にワクワクしてたんじゃないかなって感じだよねう,ーんうんうんま、うん、あでもそれ,それでもさ江戸時代の価値観をもうどう変えていくかだよだから侍がまだどうするかみたいなね流浪に献身時代でしょ、うんうん、ね,ねだからそこはちょっと となんかすごいよねと思います。うん、あ、そうか、それこれもそういうね、こう書いてあ,たあの産業日本の産業革命が起きて、うんえー、農業から重工業が増えて、えー、と人を工業、人を一か所に集めて仕事をさせなきゃいけない、その規範のための本を読ませるために、うん、えと工場に本を置くとかね。と、うん、いう流れが時代の変化って感じですかね。うん、なるほど、ね。面白い 面白いねこれだからいか明治時代の本めっちゃいろいろ読んでみたくなりますねこれだけ見るだけでも、うん、だからこれね西国西国というのはだから西洋ってことでしょそうだよ、ね、西洋で名を,西名を立てた人たちのお話ですよっていうのをみんなが読んだってことでしょそう,、ね、そうそう,そうこれなんかあれだったよねなんかそのいろんな人のあれだよね、うん 自伝自伝じゃないか派電なんていうのかな電気電気そう電気っていうかなんかそのねいわゆるだからみすげーぜみたいなこう話がたくさん載ってるわけだよねそうそう成功なんみたいな,たいなそうだよねだから世界にはこんな人がいるんだとかね思いながらうっくん来て呼んだよねそうそう,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 そうでそこで出てくるいろんな概念だよねだからその、うん、まあ収容って言葉でしょそう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 だからそのどうやってその自分たちがこう 勉強していくかまさに教養を身につけていくかみたいなことが書かれていて、うん、ああこんなことでっていうの,の中をそれを読書で学んでいく人たちって、ねうん、いやだから統一した考えがまだない時代にどうやってみんなで学んでいくかっていうのが教養というよりは、まあ、ちょっところなんだ,ろう、ねね、だからさやっぱりすごいと思うけど全然いまだにこうイメージ湧かないけど。 インターネット時代はこの新しい考えが一気にブワッて広がるでしょだけどこの当時のこの新しい考え方の広がり方って誰かが遠くで見てこれ面白いって言って翻訳してそれを日本で翻訳したものを印刷して売ってそれを読んだ人たちがおおってなるっていうそのスピード感で広がってるわけだよ。そうだね。いやだからすごいことよねと思って<の>それでもこんなにこの当時広がっていくって多分今の広がるよりもっとなんかこう なんて熱を持った広がり方だなって感じがする、ね、いやー、どんな感じだやろういや,いやそれ、だからさ、工業で仕事しながら休み時間に読んでたりするわけでしょ。そう。なんならこう、持って帰って読むわけでしょ。それをなんか置いてあって。最後、国はこんな人がって言ってね。そうそうそう。<laughs> すごいよね。えー、でもなんか、そっか、その先を,っ先を言ってたのが変な話あの、幕末の志士たちなんだろうね、でもね。 あの人たちだってものすごい勉強してたはずじゃん。で、それこそあの、出島にいた人たちとかね。出島ね。そのスタートを見てるじゃないうん。いろんな人間も違うし。それこそさ、その当時の幕末の志士たちはだって行ったじゃん、みんな。欧米に。だから使節団として行ったりしてたから、もう見てきた人たちよね、まさにね。 でそれをだからい,いかにこう<あ>一般の人たちに伝えていくかみたいな役割だからね,ね。でもさ、明治維新始まって最初の10年ぐらいはさ、もうものすごい混沌としてたはずじゃん。うん、<や>まあその古い、ね、古い価値観の人たちがいて、ね。そうそう,そういやだからこそ知識が必要だって言って広がったんかもね。ななその何が新しい考えなのかっていう意味で。っていう機運があったんじゃない社会的な。自分が 自分が知識のために得たいじゃなくて自分はどう生きていいかが、うん、もうね時代が変わってしまって、うん、刀を持たなくなってどうやっていくのかみたいなね、えー、先言っていいですかもうちょっとそろそろ <laughs> なんですかこれは面白いですけどねここ,もうここでも、まあ、ここだけでちょっともうなんかもう1時間ぐらい喋ってそうなんで、うん、ここまだ、うん、あの序文みたいな話でしたよこれ言うていいですそうだねいいですよ、うん、もう対象飛ばそうかぐらいな気持ちですけど、うん 対象はなんかきんかあ、ちょっと図書館ができたって、これすごくね。ねあ図書館ね。これはかなり大きいんじゃないうん。あとサラリーマンができたっていうね。なんかそういうことを聞くと嬉しいね。 なんかあ、ここがあるね。ういねなんか、あ、あとなんか、なんか、一個僕ら知識を得たみたいな。そう。あとなんか、やっぱり社会情勢と関係者て、<あ>その社会不安がある時期と対象と明治で全然違うみたいなね。そうね、そうね。そう,、ね、そういうのは、面白い、ね。あの、戦争、日露戦争かなあ、そう、あ世界恐慌的なところあるね。日露戦争のあの社会の冒頭の冒頭みたいなね。そうね。そうそそそうう。そういうのは売れるっていうのは面白いよね。ね,ね、確かにね。そうね。そう,そうなんです。 あ、でももうこの頃から、その、読書の格差が出始めたって書いてますよ。そうですね。そうそうそう。これサラリーマンができたから、格差ができたというよりは、階層ができたんだよね。これ対象がね。うん、これもなかなか面白いね。あ職職業で。サラリーマンっていう言葉が当たり前のように今あるけど、うん、あのそれができた時を知るってなんか、なんか嬉しくないですかそ,もそ,もそうなんですよ。高級生活者っていう言ってたしじゃだから月給が導入されるわけですよ。 そう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 。月給を払う人ともらう人とっていうところで、もっともっと下の人が新中間層っていうのが出てくるっていうのはね。ああ、うん、そういね新中間層と,とかやれると、あこうやって階層が出て階層ができるから上がりたいと思って、えー教養を、教養が始まる。あ、違うな。教養はまだエリートの人たちのものだったって話だね。うん、そのどちらかというとね。そうかね いいですいいですかもうす、ちょっとすいますよ。はい。あの、戦争の後が僕好きなんで、それは、そうなんだ。自分はね、遠本が好きだって、遠本。あ、遠本、遠本好きですかこれ、これ、もこここがな、昭和の最初はここがなって、遠本、遠本、遠本。遠本、遠本かな。これ、いや、なんか面白いと思うし、書斎に、書斎に飾るために、安い本を、なんかセットで売る、サブスク的に売るってやつそうね、これすごいね。 いやすごいなと思って。で、なんか当時だから、日本でってきっとさ、ああ今みたいに本が死ぬほどあるわけじゃなくて、はいはい、その明治から明治、大正って、だんだんこう本がたくさん出てきた中で、うん、もうそれをある意味、こう全部網羅するようなセットを売っちゃうわけだよね。うんうんうん、そうだよね。で、しかもなんかそれが何な,なら、書斎に置くといいですよって言われて売られるっていう、はい、<laughs> いや、すごいなと思ってこれ。これね、ちょっとね、ちょっとさっきさ、僕さ、識字率ちょっとだけ喋ったでしょ。 あの大正末期までに大正末期の二十歳までの人たちは一応ほぼ100%読めるようになったらしいんですあすごいんでそれはすごいよねだからそ,そ,そうらしいんですよだからそれは多分子どもの教育が明治から始まったってことですよね。うん、でそのここ子ども教育で読むっていうのが義務教育が始まっていってっていうことだと思うけれども、うん、だ昭和になるともういよいよあの基本成人はみんな読めるっていう。 ろスタートになっているので、ねうん、まあ格差がある意味な、そういう意味での識字格差はなくなりつつも就業の格差があって誰でも買えるわけじゃなかった、うん、本、通常は本が 2, 2円から2.5円ぐらいの時代に1冊1円でまとめ買いさせるっていう,そう、ね、一応格安本みたいなね、そして読むとあ確か。にそそそれそれさその 一応商業戦略として売られたんだけれども、うん、これは大きく時代を変えたいよねきっと。いや変えただろうねじゃあしかもだっそれが何か何が面白いかっていうとそのステータスとして売ったっていう感じじゃないその本が人気があったわけじゃなくてうん、うん、なんかその本を持ってるっていいよねみたいなそのイメージで売ってるじゃないうん、うん、で飾りましょうみたいな感じだからいやあそういうのでやっぱ何か物って人気が出るんだなって改めて思ったけどね。うん あれですかあの ?CD のジャケ買いとか、レコードのジャケ買いとか、ねううううね、そういう時代はあって、今は音楽にそういう付加価値はなくなってきちゃったからね、CD とかね。ねうん、今もさ、その縁本っていう本はさ、多分図書館に行ったらあるじゃん。あるんじゃないのわかんないけど、あそうそう、昔は、そうそうそう、本はばら売りされてたらしい。ね、で、えっ、ー、と、製本屋さんで、 綺麗なあの厚紙の本。本、ね、で、これ西洋の本とか結構そうで。うん、その。ちょっとごめん。これ日本の話は多分ないんだけど、まあ、ある番組でちょっと取り上げられてたんだけど、その製本の。革がランクがあるんだ。うん、だ貴族とかはものすごくいい革の。うん、<で>なるほど,るほど同じ。同じ本でも、その表紙は違うんだって。当時は。うん。冊子売りするから。なるほど、ねで。で、多分このえんは同じ。 デザイン売り出し日本は多分そういう川とかなかったと思うんだけれども、でもなんか、なんとか全宗とか、この後かもしれないけど、だいたい子供の頃、小学校の図書館とかにあったでしょ。あったあった。あれ四の人おったのかな僕ら時代でもなんかあれに手つけれる人、なかなかなかだから、円本本じゃないけど全宗はあったよね。福音館書店のやつをずっと買ってたうちは。あ、そうなんですか。 あの世界のなんだっけ古典みたいな。古典なんとかシリーズだった。最優秀。子供の頃、テレビなかったでしょ。なかったよ。だって、ないもあ、これ古典童話シリーズってさ、知らないカラクリ。あ、なかったよ。それをひたすら読むみたいな。あの 翻訳された世界の古典童話を読むあーちょっとごめん、僕は多分読んでないけど、まあ、普通にあったよ。あった。うちにもあった。にった全然違うけど、なんかこう、バーってこうセットのやつあったよ。でガリバー旅行機とか超分厚いから、ね。か <laughs> 一瞬で終わんないから <laughs>。一瞬で終わんない。<laughs> <laughs> すごい長い。どんだけガリバーいろんなとこ行くって感じ。<laughs> なんかねあの今でも当然いく,らいくらでもあると思うてど、童話全集みたいな。童話全集ね。そう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 なんですよね。うん、ああでもね、なんかそれ自体がねだから昭和の戦前か,なから、つんどくっていう言葉が生まれるとかね。<あ>ワードが生まれるの面白いね。なんかかいまさにつんどくセット、ね、そう,そ,う,そ,うそれとさこ、これ、なんかねまたうれし,しいなとか、これもいいなと思ったのは、そのも文が売れるけど、 うん、あの捨てられる英語も増えるから。あそうで,でそれを農村の人が買うんですよ。っていうこの古本屋が生まれたっていうねこ,これも嬉れしくない古、ね、本屋文化がここで昭和戦前に生まれたっていうねいやこういう<だ>ねなんか時代の大きな,な何年に何,何があったとかじゃなくて、うんうん、こういう社会的なちょっと生活の変化がここぐらいで起きてたんだっていうのを知ることはなんかちょっとまた面白いよねやいや面白いよねそうなんだよね、うん うん、でもこうやって読書が普及していくっていうのがすごく面白いのと、うん、でこの時期にでも人はめっちゃ働いてたっていうのが面白くてめっちゃ働いててめっちゃ本読むっていうこのなんか <laughs> 本当にね面白い,いや。だからさあれでしょ小学校の矢吹先生みたいな子でしょ、うん、めっちゃ働いてば、まあ、勉強して要は、うんまあ、エンタメ系がないからあそうそうだから他がないからね選択肢がないですよ <laughs> 本がエンタメしかないから、まあ、本を読むしかない。会話、ないね、会話もうね、まあ、新聞とかね、本とか結構読まれてたんでしょうね。うんはい、でね、そうそう、じゃあ行きましょうか、もう戦後に行きましょうか。うん、戦後だから、なかなかその例えで面白かったの,だからそのなんで働くんだろうとちょっと思ったのはね、うん、あのー、あれだね、戦後のその経済発展、なんかその象徴がやっぱオリンピックなんだろうなと思う。 そうだね、これはね。ねあの、それこそ道路を作るとか、もういろんなものがバーってこう作られていった時代に働くことが、働くことで、なんか、ジャパンドリームみたいなあの。今の階級を上げれるんじゃないか。っていう感じだったんだろうね。あの、オールウェイズ3丁目の夕日だから、あの時期はまさに戦後のさ、復興期で、<ー>みんながオリンピックカラーテレビみたいなことを、 ね、やってる時期ででなんか？今回も読んでたらやっぱそうなんだよなって思ったけど、この頃のこう。仕事の仕方がさ。もうみんな家族みたいで、うん、<laughs> なんかあの多分その名残って今もあるけど、なんか休日も社員社員旅行に行くとか。ああ、それ、ね、か会社の運動会があるとか。あー会社の、ね、<laughs> そう。そういうのじゃない。だから。<ー>でも確かにオールウェイズのあのあの？あの 設定もさやっぱりちっちゃい会社とはいえもう社員も家族みたいな感じじゃない、うん、みんな、うん、社員もそうだし近所もそうだよねそうそうだからね本当にずっともう仕事が終身雇用だしなんならプライベートも夜も含めてずっと一緒っていうその働き方で成長していっただからそこがすごくいい思い出として残っている世代の人たちが、うん、この世代の人たちよねって思うのと って改めて思ったけどうん、うん、だからそうするとやっぱり今私たちが、うん、あの患者さんとして接してる人たちはめっちゃここの世代の人たちなんよね。あ,ーあーそうねだからそ,、ね、その価値観よね皆さんねっていうそこは大,大事やなと思ったよ。<laughs> その価値観じゃない人たちとやっぱりあ全然違う価値観の中で成長してきた人たちだよな、うん、っていうのは改めてなんか思ったかな今回。 なんかこう、みんな一致団結してっていうキーワードがあって、うん、で、ちょっとここをまた知りたいなと思ったのは、そのいわゆる貧富の差があんまりなかったんじゃないかなと思うんですよ。あの、うんうん、あの、その飛び抜けてる人はおったと思うんですけど、うん、あの、もう圧倒的多数が、まあ、どちらかというと貧しい。うん、まあ、それは変だし、ね、東京にいてもそう、あの。うん なんかさマジ3丁目の夕日の人たちに出てくる東京タワーの下に住む人たちがものすごく恵まれてるようには映ってないじゃないですか。うんうんうん、うね,ねあの本も借り合いだし、例えばもうカラーテレビが出ればこう、れ人の家にわーっとこう集まってる時代でしょ、熱狂して見ていく時代。だけど、なんかそれはそれで楽しいけど、なんかここから先の未来をまた変えていきたいっていう熱量がすごい。 すごいね、ので、うん、あの、まあ、この時ぐらいからハウツーボーンが出たって書いてあるんですね。これもなんかちょっと面白いなと思いましたけど。どああ、そうですね。ビジネス界、ま、向けのハウツーボーンですね。そう,そうそうそう。あの、まあ、ちょっとここら辺からちょっと読書の分岐点じゃないかなと僕は思いましたけど、ある意味、うんうん、ためになる本が出始めた。そうね。そう。まあ、ある意味、効率化を進め出す本が出始めたのが1960年代。 面白いいねれるちょ前そうだね。だから、英語に強くなるとか、そういう話だったみたいだね。そうだね、そうだね。その先に待ってるのが、あでしょ大阪万博みたいなイメージでしょ。いや、だから面白くなく、こう考えていくと。そこら辺からも、もろそういう時代になっていくでしょ。ちょっと、あれ、何年でしたっけ覚えてくれないけど、1970年代。大阪はそうだね、70、多分そうだよね。この辺は、漫画でいうと20世紀少年の世界。あ、そうそうよね、そうね。 そんなんでばっかり。じゃあ、ここら辺が多分親世代かなそう、うちの親世代。だから、いわゆる全教頭とかそういう感じだよね。学生運動。見てる人たちのおじいちゃん世代かな。いや、だから、そうそう、学生教頭あ、そうそうそう。まさに。そうなんよ。僕ね、ここの近代史の思想、めっちゃやっぱ面白いよね。面白い。で、た多分三島由紀夫とかこの辺なんでしょそうだよね、そうだよね。で、 ここの時代ってものすごくあ,のある意味今これ平和な感じでしゃべってるけどあの実はそのあ安保闘争の番組この前ちょっと見てて、はい、すげえなって思うんですけどこう安保条約がやっぱものすごくやっぱり不,あの不平等であのそこに対する首相への怒り。 そうね。そうね。そうだ権力に対するすごいアンチテーゼみたいなね。そう。がものすごい形になる時代なんだよね。うん、いやだからさそれがすごい面白いんだけどその後に来るのが司馬遼太郎なわけでしょ。そうそう,そう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 。だからその学生運動を抑え込めてここでね一個転換点があったんだと思うんだよね日本。ねえ。そこが終わって1970年代に入った時に。 なんか皆この坂の上の雲とか、そういう話になってくるっていうのが。いやこれあれか。なんかこれ、オルタナとか、なんかそういう懐かしい系って書かれてたじゃないですか。はいはいはい。いや、なんか、確かに今の話って、その。もうなんか、ちょっとどちらかというと、こう、社会に対する虚しさ。って読んじゃってたのかな、下手したら。もう、その、うわーってなって。うん、もう。いや、だから、例えば、読んでた人は誰かっていうと、サラリーマンの中にも、学生運動とかやって。そうそうそう,そう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 。で、ある意味、そこで、まあ。 負けけ夢そう,そう実現できなかったというか、夢を仲間にして終わった人たちもさらにもし読んでたりしてたわけだよね、ねきっと、ねお。俺はもうここで死んでもいいぐらいに思ってた人たちが、でも人生先に続いてしまったなみたいなところで、そう。いや、これはね、まず聞く、ある意味、オリンピック前の人たち、あるいは戦前の人たちのモチベーションとはもう大きく違うから、ね、面白いよね。 そうなんだよでそっからなんかある意味なんだろう言い方悪いけど堕落していくというかなんかこうテレビになっていくわけじゃんだからんかあんだけ頑張ったのになんか柴良太郎のなんかこう安寧な世界からさらにテレビで見るような、うん、うそうでめちゃめちゃ働いてしかも大成功してバブルに突入していくるわけでその後80 90あと8090だからよだから僕の親は <laughs> あの志村けんは見るなって言ってたのはよく分かってきました、これで、ね。言われた自分言われて <laughs> <laughs> 僕はあの格闘技と志村けんはドリフは。プロレスね。プ<あ>ロレスやったよ、この頃ね。格闘技もダメでしたね。格闘技とそのお笑い番組をものすごく嫌ってましたよね。あ一方でさあの、例えばね、この70年代だと思うんだけれども、手塚治虫が出た時期だと思うんですよ。うん、はいはい、そうですね。まあ、要は漫画が始まった時期。うん でも当時、漫画ものすごい非難されてたじゃないですか、この手塚治虫しかり。手塚治虫が漫画の社会、漫画世界を作った人とするなら、最初、ものすごい反発を受けたのも、なんかわかる気がしない、その学生運動ぐらいかな、に、もうそれこそみんな、こうあれですよ、マルクスとか読んでるわけですよ。まあそうだよね、その頃の人たち、ね、あの読書ってそういう難しい本を読むのが読書だみたいなね。うん あの変な話僕志原太郎の方も読んでないんだけど、うん、言うて大変よねそれ今の現代の人が気軽に読めないよね、うん、読めない読めないしなんかこうやっぱりちょっとノスタルジックなんだよねやっぱりその戦国武将とかさなんかその開雇主義的な感じじゃないでその時に大活躍した人の本みたいな形だからでも歴史の面白さあるとこあこんなだある意味その自分たちの今とは全くかけ離れた ファンタジー的な感じで書いた感じもある。だそうやってね、芸術とししないとやってらなかったかもしれないよ、ね、当時の人たちそうだね。で、あのとはいえさ、そのいい意味でいい意味かわかんないけど、あのそのバラエティ番組はちょっと一旦置くと、うん、テレビが後押ししたのは確かにそう書いてたらそうだよねと思うよね。そのうん、うん、そのシワリオ太郎でも読めないわけよ、僕は。僕僕がその時代に生きてたとしても多分しんどくて。 その対策,そ、ね、対策に手を出せない人たちも、うん、NHK を見ることでそれが映像されて、ね、変な話今のやつでもさ今もちょっと大河ドラマはやってるけど、うん、大河ドラマを本で読むって結構しんどいじゃんしんどいね、うん、そう相当もう5冊とか10冊とかいくような対策ちょっと、うん、なかなか今でも手出せないけれども、うん、こうやって気軽に手に出すしそれにかぶれる人がいっぱい出てくるみたいなそうだね そうっていうのもちょっと面白いですね。うん、はい。じゃあ、いきますよ。進んでいきますよ。うん。ちょっとずつ時代を進めていきそう、面白いね。その,そ,の <laughs> その価値観をちょっと理解しようみたいな感じになってきましたけど、うん、ここできました、1980年代。はい。我らが村上春樹が出てきますよ。ここら辺からちょっとなんかもう一言じゃなくなってきますね。まだモノゴールついてないけど、生まれてすぐだけど、うん、はい。ここは何をキャッチアップしたらいいのかな。あ 僕読んでないけど、窓際のトットちゃんが500万部いったってすごいね。すごいよ、黒柳さん。まあ、そしてその人がまだ生きてるからね。そうね。ちょっと本の500万部ってちょっと想像つかないですけどね、こういう書籍の。うん、しかも、最初の数ヶ月でいったっていう、うんね、あの500万部ですからね。はい。で、この頃の時代は、その学生運動の後、 これはまさに、えー、と我らの親世代が一番バリバリ働くか中年ぐらいになり始めたぐらいなので、うん、えと最も現役世代が多い時代って考えると面白いね。ああそうね。そうか。そういうことでしょ。だから、えー、最も本の売り上げが良かった。けれども実際は人口が多かったから売り上げが良かったっていう時代。うん、まあ、まあ、ある意味バブル時代ですかね。 なんかバ,バブルの時にね書い、ここにも書いてあったけど、バブルの時に何でそんなに本が読まれたなんか本以外にすごい楽しそうなことがたくさんあったけどね、みたいなね。うん、あでもさ、これちょっとさ、またちょっと違う本に行くとさ、前さ、うん、あの自称的自己愛のある意味社会学的なこう考察されてたじゃないですか、うん、時代とともに。それで行くとさ、もうちょっとある意味さ、1980年代でさ、 なんかこう80年か90年代もそうかもしれんけど、うん、本当に自分探しが自分は何だろうかっていう時代に突入してるところなんじゃないかなと思うんですけどどうなんですか村上春樹さんのタッちなんかまさにそうだしそういう吉本バナナさんの小説だってそうだなとか思うんですけど、まあ、いわゆる、えー、とふわふわ小説アート小説がちょっと増えてきてそう、ね、が始まったって言っていいのかな。<laughs> 増えてきたというよりは、うん、だからなんか私小説っていうかね「僕」とか「私」とかそのなんか司馬太郎だと西郷隆盛とかさそういう固有名詞のドーンって言ってたけどそう,うそうじゃなくてまあ本当に一人称視点の物語ってここでも書いてあるけどそういう話が受け入れられやすくなって自分探ししてるからね、うんうん、だからそういう自分「僕」「私」っていうのを投影するって話でしょ。 自分探ししてる俺かっこいい時代。うん、もう俺探してるぜ、みたいな。俺探すためにこんな本読んでるぜ、みたいな。ちょっとなんか俺も間違ってそうならないかちょっと不安になってくるんだけど、いや、そうじゃない、そうじゃないとか思うんですけど、<laughs> 本を読んでるとさ、なんかものすごいかっこつけた本多いじゃん。多いことはないけど、あるじゃん、なんか。こうやって生きろ、みたいなね。 うん、なんかそこに洗脳されていくと、なんかそ,そういう、そんな感じ、なんか俺は他の人とは違うぜ、みたいなねそ。そういうのが始まった時代でしょ。その,あの女性のカルチャーセンターに行くとかさ、なんか,だからちょっと笑けてくるけど、まさにあの、これはさ、例えば、今でも描かれるさ、教授のお嫁さん像はここでできたよね。ああ、教授,白<い>教授の白い巨塔みたいなの奥様方の、 え大体着物着てるっていうあるあるは多分この時代に作られたよねそうなのかな違うなんかうカルチャーセンターだからってこと、ね、カルチャーセンお花を習いに着物で習いに行っている人で大体大島紬を知ってる人る <laughs> <laughs> 大島紬を持ってる人ねなるほど えー、大島つぎを1着だけ持ってる、いや、だから絶対ないからね、らバ, <laughs> バブル時代だからでもあるんだろうね、お金あ、ね、だもあるそうだから逆にここら辺から格差が、ね、結構出だしてる感じがちょっとするよね。ねみんながこう標準、平均が上がりつつも、上がどんどん上,上がっていくみたいなね。